今日は注目が集まるカードをお届けします。試合開始まであとわずかです。期待が膨らみますね。試合開始を前にスタジアムはスタンドからの熱気に包まれました。サポーターからの大声援がこれから始まる激闘を予感させます。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。お送りするのは運命の準決勝セカンドレグ、ヴィッセル神戸が湘南ベルマーレと戦います。ファーストレグは今日のホームチームが勝利しましたが、アウェーチームがここでひっくり返すことも十分に可能です。勝負の行方を見守っていきましょう。注目のビジャです。残念ながら今季限りで引退することが発表されました。ピッチだけでなくクラブの精神的支柱としても頼りになる選手ですから、サポーターも悲しんでいるでしょう。本当に引退が惜しまれます。ここはディフェンスが対応します。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。このチャレンジは失敗でした。カードが出るでしょうか。あっと、今のでイエロー警告です。ファールで止めるしかありませんでしたか。ちょっと時間が早すぎるのが気になります。山口ホタル、サイドにスペースがあります。これは相手にパスしてしまいました。福西さん、イニエスタの特徴を教えてください。細かいタッチを使い分けられます。まさに一流ですよね。イニエスタの周りにサポートが来る。いい位置です。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ここはカウンターアタックを狙うか。まだか、おっと、裏へ出した。シュートだ。笛が鳴りました。オフサイドでした。ウェリントン、ここ突破した。どうだ、入った。かなり距離がありましたが鮮やかな得点を奪いました。キーパーの位置をよく見ていたんでしょうね。お見事でした。スタジアムがまだどよめいています。ウェリントン、むしろタッチを割って良かったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。サイドが空いていますね。スペースがある。これはチームを勝利へ近づけるゴールでしょう。通算得点でもアウェーゴール数でも相手を上回り、精神的な余裕が生まれます。このゴールによってファーストレグとの通算スコアで相手をリードしました。何を見せてくれますか、ダビド・ビジャ。ベリントン、ポドルスキー、このミスは痛い。相手にパスを出しました。コオロキへ、クロスを蹴りましたが中で受けられる味方がいませんでした。深くえぐってからのクロス、このシュートは大きく外れました。コースを狙ったんだと思いますが、全く可能性のないシュートになってしまいました。チーム本来のプレーができていないことにサポーターも怒っているようです。攻める時間がほとんどありませんからね。ボールを持った相手選手にもう少し人数をかけて囲んだ方がいいでしょう。イニエスタ、いい狙いでしたがボールが強すぎました。笛は鳴らない。アドバンテージを取りました。ここにいますイニエスタ。このパスは簡単にカットされました。ボールを奪われました。ホドルスキーのところに行きました。ベリントン、
小川圭次郎、堅いディフェンスに攻めあぐねています。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。ここから狙うのか。インターセプトでチームを救いました。ゴールは見えるか。シュートを狙う。止めた。今のは入って当然のシュートでしたよ。素晴らしい反射神経ですね。プレーが止まります。主審がイエローカードに手を伸ばしました。少し危険なプレーに見えましたから妥当な判断かもしれません。うまく読んでいけるか。このシュートはクロスバーを越えました。狙いは最高でしたがわずかにコントロールし損ねました。何を見せてくれますか、ダビド・ビジャ。前半終了です。スコアは後半のキックオフです。お互い何としてでも勝ちたい試合ですからね。どのような展開になるのか注目しましょう。ディフェンスを抜いた。相手ボールになります。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。これは見事に奪いました。このようなプレーは避けたい。カードが出てもおかしくありません。イエローが出ました。少し抗議していますね。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。おっと裏へ出した。スルーパス通るか。小林、このシュートが外れた。どうしたんでしょうか。余計な力が入ったかもしれません。決めたかったでしょうね。さあスタジアムのテンションが上がります。入れば同点となります。これは入りません。同点のチャンスだったんですけどね。こういうミスが後に響かないといいんですが。山口穂太、チャンスにできるか。ここはよくスペースが見えていました。1対1の場面でしたがキーパーが見事に対処しました。思い切りが良かったんですかね。スーパーセーブでチームを救いました。プレスを受けます。仕掛けてくるのか。スペースに見事なスルーパス。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたがまだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。これが勝ち抜けを決めるゴールになるのか。ファーストレグとの通算スコアで相手を上回りました。ポドルスキーのところに行きました。何を見せてくれますか、ダビド・ビジャ。ドリブルで進みます。ボールがこぼれました。レフェリーがコーナーを指します。相手に当たっていますね。選手の交代があるようです。いい感じで攻めていましたが残念。
かり見えています。興梠狙いたい、止めた。1対1のピンチでしたが、これを見事にストップ。これは助かりましたね。決まっていればすごいボレーでしたが、枠には飛びません。思い切って狙いましたが、さすがに難しすぎましたね。ボールは相手に渡ります。狙える位置です。レフェリーは流しています。ゴールキーパーが余裕を持って対処しています。ここでスローイン。山口蛍、トーマス・ベルマール、このチャレンジは失敗でした。カードが出るでしょうか。ここは湘南に警告が出ます。これで厳しくいけなくなります。ちょっと苦しくなりましたね。ボールは相手に渡りました。いい位置です。このパスはカットされました。カウンターのチャンスです。ここで狙いたい。素早い攻めと素晴らしいゴールでした。相手をうまく引き込みましたね。常にカウンターを警戒しておくべきでした。今のゴールによりファーストレグとの合計スコアで相手を上回りました。ウェリントン、セルジー・サンペル、山口蛍、興梠慎三、ボールを前に運んでいく。チャンスだ。キーパーのセーブ。正直今のは入ると思いました。得点を許さないという意思が伝わってくるようなセーブでしたよ。決まるか。シュートのコースを読んでいましたね。難しいシュートでしたが、枠を外れます。もったいないですね。せっかくのチャンスでしたから。相手ボールになりました。サイドにスペースがあります。さあどうする。キーパーのダイビングセーブ。鮮やかでしたね。ゴール前に入れた。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ボールを奪われました。今日の結果を受け、合計得点でチームの勝利が決まりました。はい、気持ちを感じるいいゲームでした。ファイナルでもこんな試合を見せてください。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。